はい、こんにちは。札幌占い美容室早回しの後藤です。今回はですね、メンズの宿毛矯正の闇について話したいと思います。メンズの宿毛矯正っていうのは結構いろいろね、方法があって、最近はね、酸性の宿毛矯正もちょっと流行ってきてると思うんですけれども、一番何がいいのかなっていうのは皆さんそれぞれのやり方があるので、どれがいいかっていうのはなかなかね、言いづらいんですけれども、僕は以前酸性の宿毛矯正をずっとやっていてですね、今はまた違うステップ宿毛矯正っていう方法を、自分でちょっと考えてですね、やってまして、現在酸性の宿毛矯正というものはやっておりません。こちらはビフォアの状態なんですけれど、うちに来てるお客様の中でも一番癖が強いのかなというようなお客様です。よく根元の方ちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、もう細かい癖がこうチジジジっていう、黒人の方のようなですね、細かい癖なんですね。でメンズですから髪の毛もちょっと硬いのでなかなか伸ばしづらい状況です。でこの状態を酸性宿毛矯正の場合ってどうなるかっていうと、一剤をつけて、シャンプーをして戻ってきた状態、一液が終わった状態ですね。その状態だとまだ結構ウェーブが残ってるんですね。でそこに酸性の場合でしたら、湿熱といって、濡れてる状態でアイロンを入れて癖を伸ばすところを補っていくんですけれども、バックウェーブっていうのがあって、それ何かっていうと、かけて数日経つとちょっと癖が戻っちゃうんですね。こういう強い癖の場合は結構あってですね、それが、僕も酸性の宿毛矯正で伸ばしてた頃は結構綺麗に伸びるので、その場合んですけど、後で結構リターン見た時に結構バックウェーブがあったりとかします。現在はねちょっと違う方法でやってるんですけれども、次の動画ちょっと見ていただくと分かるのですが、一液を流して戻ってきて、アイロン入れる前の状態ですね。はい、これはまだアイロン入れる前の状態になります。一液を流しただけの状態ですね。まあ酸性だとこの状態で結構ウェーブが元々の状態とほぼ変わらないようなウェーブがこうちょっとあるんですけれども、そこから伸ばしていくんですけど、僕のこのステップ宿毛矯正の場合っていうのはある程度一液が終わった時点で結構癖が伸びてる状態です。ということはバックウェーブはほぼないです。かつですね、メンズの宿毛矯正で注意しないとダメなところが毛先の処理なんですよね。これもアイロン入れる前の状態なんですけど、結構このメンズの宿毛矯正の難しさって毛先の処理なんですよ。で下手な美容師さんのとこ行くとこの毛先の処理が結構雑なので、結構矯正かけても毛先が馴染んでないというか、毛先がジリジリってなってたりとかすることが本当多々多いんで、そこが結構上手い美容師さんと下手な美容師さんの違いかなと思います。なので僕の場合、現在の僕の場合だと酸性宿毛矯正やめてるので、ほとんどがこの一液の段階で、仕上がりの70-80% ぐらいはもう決まってるのかなっていう感じです。なんで一液の塗布だったりとかアイロン入れる前の状況でかなり時間をかけます。しっかりやります。で、この状態である程度綺麗に伸びてないともう伸びないので、基本的にはアイロンって昔は高温でかなり入れてたんですけど、今はですねそんなに高温じゃなくて180度ぐらいでアイロン最近は入れてますね。でアイロンはどっちかっていうと昔は高温でアイロンウェットでね、ジュージューっていうかな、ウェットでちょっと濡れた状態でアイロン入れて結構伸ばしてたんですけど、最近は結構軽くですね、アイロンの熱っていうのはウェットの状態でも入りませんし、完全ドライの状態で入ってます。で、以前のね動画見ていただくと分かるんですけど、以前に多分と酸性宿毛矯正の闇みたいなやつで上げた動画ちょっと皆さん見ていただきたいんですけど、卵を使った実験をやってるんですよね。で卵を使った実験の方を見ていただくと分かるんですけど、パーマ液の
あの例えばじゃあパーマ液の強さ、酸性のパーマ液の強さともうちょっと強いパーマ液の強さがあったとして、パーマ液を上げたら上げたダメージと湿熱とか、ウェットのアイロンを入れた時のダメージってどっちが大きいかって皆さん分かりますか？実はウェットでアイロン入れた方がダメージが大きいんですよ。でウェットのアイロンでダメージしたものは直せないですね。で例えば卵で言ったら、外はカリカリ中は半熟みたいな感じで言うとですね、まだ水分が残ってる状態なんですよね。だけどそこに、水を入れてまたフライパンを入れると中の黄身までガーって熱入りますよね。ああなって水分奪われちゃうともう直せないんですよ。まあ酸性縮毛矯正ってそれに近い状態なんですけど、柔らかさがちょっと後々出なくなってしまう、やり続けると、そして結構ねこんだけ強いお客さんって綺麗に伸ばせないんですよ結構ね。まあ見ていただくと分かるんですけど、もうアイロン入れる前で結構いい感じに伸びてるんですよ。まあやっぱりこうチリチリは残ってますけどね。はいはい、こちらが仕上がりの動画になるんですけど、結構自然な感じに、まあ襟足の方とかも相当癖が強いんで、まあ短いこうチリチリってなかなか取れないんでね、ちょっとあれですけど、まあそこそこここまでできれば合格かなと僕は思ってます。このお客様の髪の質でここまでできれば合格かなと僕の中では思ってますね。はい、結構ね難しい手術になるので、毛先の処理が下手な美容師さんの矯正ってもう見たら一発で分かりますね。写真とか見たら、アイロン入れてたとしても最後にアイロン入れてごまかしてたとしてもやっぱり毛先の質感が硬かったりとか、馴染みが悪かったりとかするんで、結構メンズで毛先がジジイになっちゃうとすごい変なんですよね。短い髪の毛が短いのになんかこうなんていうか、ジリジリでこうまっすぐなりすぎるっていうんですか、自然じゃなくて、あれって格好悪いんですよ結構。なんかこう針金見たくなっちゃって、そうしないためにも毛先の処理、これがすごく大切で、まあこれ美容師さんの方も見てますし、多分一般の方も見てると思うんですけど、毛先の処理を、まあお客さんもね、お客さんもちょっとやられてて分かんないかもしれないんですけど、結構丁寧に薬の塗り分けをしてるところとそうじゃないところっていうのは見分けられると思うんですよね。結構そのしっかり毛先の薬剤の塗り分けだったり、まあ、僕はいろいろ使ってですね、想定して薬剤プラスその、まあ、オニヤンマっていうものを使うんですけど、それを使って毛先をうまくこうブロックしながら仕上がりをイメージしてやってるんですけど、まあ、そういうふうに、まあ、特にこの顔前の産毛だったりとかもみあげ、まあ、一番はこの顔周りの本当に短い産毛みたいなやつですね。あそこ自体が難しいのがですね、薬の塗り分けが上手な方はできるんですけど、そうじゃない方はこの辺の太い毛に薬設定しちゃって、ここがまあ伸びなかった、ここがもう痛みすぎちゃったりとかね、ちゃんとしっかり毛先のブロックをしていかないとそういうことが起きるんですよ。顔周りの毛がちょっとチリチリになっちゃったりとかで、酸性の縮毛矯正のウェットのアイロンもそうなんですけど、結構顔周りの産毛みたいな細い毛をウェットで入っちゃうとどうなるかっていうと、もうチリチリになっちゃうんですよね。でそれはもう直せません、切るしかないんですよ。なんで例えばですね、薬剤で、調節した場合だったらなんとかなるんですけど、水分を飛ばして汗をとウェットのアイロンでダメージさせた部分に関しては直せないんですよね。なので特にこのメンズの縮毛矯正は気をつけないとダメなんですけど、なんでまあ皆さんはね、美容室選ぶとすれば薬の塗り分けをしっかりできている美容師さんを選択したらいいんじゃないかなと思います。特にこのぐらい強い癖の方は本当にそこが大切かなと思います。まあ、薬の塗り分けだけじゃ実はねこれうまくいかなくてですね、僕はちょっと裏技を使ってるんですけれども、あまりちょっとここでは言えないんですが、薬を普通に塗ってアイロン入れてやるっていう方法だけじゃやっぱりちょっと足りないんですね。ちょっと裏技を使わないとやっぱり綺麗にここまで伸ばせないんですよ。
まあ、そのように、ね、工夫をしている美容師さんとそうじゃない美容師さんではかなり仕上がりが変わってきます。僕も20年ぐらい前の矯正に関しては結構お粗末な仕上がりでした。でやっぱりいろいろ研究検証で同じお客さんのリターンを見たりとかもう年単位で、検証を繰り返したことによって、かなりいい仕上がりまで持ってくることが現状はできております。そのようにですね、あの宿毛矯正って本当に奥が深いので、まだゴールだと僕も思ってないんですが、もうしっかり、学びとあと検証を繰り返していかないとこのような仕上がりはちょっと作れないかなと思っております。はい、なんであの塗り分けやね、丁寧な美容師さんのところに皆さんあのぜひ行ってください。あの例えばの酸性だからなんか酸性であれば何でもいいみたいなあのバカの一つ覚えみたいなのはちょっと気をつけた方がよくて、やり方間違っちゃうと本当に痛むので直せないんですよ。もうなので酸性だから OK とかそういうこう軽はずみな感じでやっちゃうと本当危険なので皆さん気をつけてください。はい、でお客さんもね美容室選ぶときちょっと難しいと思うんですよね。酸性宿毛矯正なら大丈夫かと思って、行ったけどそう微妙な仕上がりになったりとか、あの簡単な癖の場合は酸性宿毛矯正でも全然大丈夫だと思います。はい、綺麗にねうまくやれば伸びるので、ただ結構何ありの髪質の場合は結構対応ができないんです。こちらの今日のお客さんの場合も酸性、まあ、先ほど言いましたけど酸性宿毛矯正のやり方で僕はやってたので以前はですけど、やっぱここまで あのパフォーマンスを出すことができなかったです当時は。まあ、例えばすごい髪の毛がチリチリでも細い髪の毛だったら結構いけるんですよね、酸性宿毛矯正でも。ただメンズのような硬い癖で、まあ、このような感じの場合はもうほぼほぼバックウェーブしちゃうんでかなり難しいですね。はい、なんでやり方をまず工夫するっていうのが1と、薬の塗り分けを本当に徹底してやるっていうのがもう1つ。そしてアイロンはアイロンで伸ばすっていうのも一つなんですけど、まあアイロンもやっぱりね、例えばですけど体の大部分がこうね水でできてるというか水がかなりたくさん体の大部分を占めてると思うんですよね。この間格闘技の試合で水抜きの動画を朝倉未来さんという方のやった動画をちょっと見たときに、かなりこう水をね抜いて体重を落とすと、はい、いうことをされてたんですけど、まあ、やっぱり体のね大部分がこう水でできてますから、で水がなくなってくるとやはり肌とかもねカサカサになってきたりとか内臓にも影響が出てきたりするぐらい水って必要なんですよね。なので髪の毛も同じなんですけど、その水抜きをアイロンでがっちりやろうとするとかなり危険なんですよ。なので、ある程度やっぱり水が髪に残ってる状態を作らないと柔らかさが出ないっていうのとかなり難しいので、やはりある程度いろいろなこう裏技を使ったりとか、ま、だ薬剤をちょっと調節をしたりとかですね、そういうのしながら髪の毛の水を残しながらですねうまくこうやっていく、まあ、ちょっとコツはあるんですが、まあ、アイロンはほどほどちょっとおまけぐらいでいいのかなっていう感じが僕はしております。まあその方がパフォーマンスが出てるんでそういう感じですかね。一つちょっと追加で言うとしたらアイロンなんですけど、アイロンの髪の毛って、これ一つヒント言うと髪の毛って温めて冷ますと形がつくんですよね。なんで冷ます瞬間が結構大切だったりするんですよ。なんでこの辺をうまく利用していけばメンズの短い矯正とかも綺麗にできるようになるんですけど、なんでまあそこでねうまくツインブラシってこう挟むやつなんですけど、こういうのをうまく使っていったりとかちょっと工夫が必要になります。なんでかなり難しい技術になるので、注目ポイントとしてはメンズの宿毛矯正でお客さんが見極めるポイントとしては特に毛先を見てください。毛先がちょっと硬くなっていないか、質感が、そういうのをアップ美容師さんがアップしているものを見て柔らかい質感ができてたら結構いいかもしれないですね。綺麗に伸ばせていたら、はい、と思うので毛先の質感を重視して見ていただくと僕はいいかなと思ってます。はい、今回の内容はですね、完全に嘘の内容になりますので、皆さん、信じないでください。はい、
信じるか信じないかはあなた次第です。チャンネル登録で、まあ、公開している動画と同じぐらいの未公開動画が実は、あるんですけれども、そちらの方ですね、限定動画を公開設定にして、また限定動画に戻すというよくわかんないようなやり方をちょっとしようと思ってて、通知オンとかしとくと見れるかなと思います。はい、まあ、そのような感じでやっていきますのでよろしくお願いいたします。はい、ご清聴ありがとうございました。